皆さんこんにちは、藤原竜也です。松山健一です。神木隆之介です。今回皆さんにお見せするのは映画ノイズで僕と松健と神木くん3人が殺人を犯してしまった後、その死体をどこに隠すか悩んでいるハラハラドキドキのシーンです。真っ昼間から あんなとこで死体を囲んで話して、誰か来たらどうするんでしょうね。さすがにね、あそこに入ってくるわけないですよ、ね、2人ともそれ以上は何も言わないです。まあこの映像を見れば、はい、皆さんも僕たちと一緒にハラハラドキドキした気分を味わえること間違いなしです、はい、僕たち3人が演じるキャラクターそれぞれの性格の違いもお楽しみいただけると思います。それではどうぞ。警察は空き家から捜査をすることになりました。今しかねえな、急いで死体運ぶぞ。うん、でもそしたら真夜中の方が。逆に怪しまれんだろ。チェン、いや僕もう怖くて。チェン、お前今更抜けようとしてんのか。いや違います。そのただ嘘を突き通せるかなとか。こいつは殺人犯で生きてる価値なんてないクズ野郎だ。俺たちは島を守るために戦う、その気持ちに嘘はないだろう。本当に誰か来ちゃいましたね。でも すぐ終わりましたね。もう完全に、でももうあれ積んでますよね。終わりですよね、あれ。これはきついシーンでした。これ映画のどのぐらいの場面なんだ。中盤じゃないですか。中盤ですね。中盤ですね。中盤でも早くもね、もうやばいことになっちゃう。映画史に残るであろう大アクションシーン。ああ、そうですね。歴史に残ると思いますね。流浪に献身を超えたのではないかと。いや、もしかしたら超えるかもしれない。先輩二人の立ち回り。谷垣さんでしたっけ、アクション。アクション、アクション、谷垣さんではない。谷垣さんはいなかったかな。谷垣さんではなかったんですけど。それにね、匹敵する。いや、でも綿密にすごかったですよ。ワイヤー、ワイヤー、ワイヤーありましたっけ。ワイヤーなかったです。あ、爆破ありましたっけ。爆破も、でもあの人たちはワイヤーやらできないよ。ワイヤーやってくださいって言える、あの方たち。いや、谷垣さんだったら言いそうだけどな。谷垣さんだったら言うと思います。谷垣さんではないですけどね。この3人の運命の行方はぜひ劇場で。映画ノイズは1月28日公開です。ぜひ劇場でご覧ください。人を殺したんだぞ、もう終わりだよ。死体を隠しきれ。人を殺した3人、やばい、押し寄せる警察、やばい、こいつら殺したのに死体を隠そうとしてる、やばいやばい、増える死体、やばい、事態は想像を超える展開へ。ノイズ、この映画とにかくやばい。